ました。ゾーンを確保した。いい部隊だね。これは。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日は久しぶりの Apex Legends をやっていこうかなと思います。最近はCall of Duty のランクの方をずっとやってて、バトロワの方全然やってなかったんですけど、何やら Apex にそのリスポンありのルール、まあ、チーデスとかコントロールが常設されたみたいなので、ちょっと今日はそちらをやっていこうかなと。でもし可能だったら、なんかこのチーデスとかコントロールでなんかキル数チャレンジとかね、今 COD だとチームデスマッチ70キロチャレンジとかやってるから、まあそういうのが思いついたら動画はね、ちょっと定期的なコンテンツにしていくかもしれませんので、よろしくお願いします。なんかこのゲームやりこのゲームやってるより COD やってた方がエムいんだよな、なんかマジでエペでずっとエイム練習するより COD ちゃんとやって、たまにエペやる方がエムいんだよなこれ俺気のせいかなと思ってたけど、気のせいじゃない気がする。これやっぱりやば、ここ。え？てか待って、うん、冷静になって、ここに陣取れるのやばくないか？え、これクソゲー始まるよ。COD だったらもう、めちゃくちゃ文句言われるで、これ。この上にクソイもできるじゃん。え？これ大丈夫なんか？これ、うざ。やばいな。いや、うざ。これやばいね。クソイモやん、クソイモ。これは何でしょうか。あれがボットチ？これこれが噂に聞くあれか。チーターボットってやつか。チーターがレベル20で、ランクだっけ、ランクいけるまで、放置してるっていう、放置ボットというやつが、これが、噂に聞く。あれっすね、これ、ターミネーターですよね、これ。チーター製造工場ってことですよね、ここが。ちょっと待って、これ、これ僕、大丈夫か？これ団子扱いでバンされない？これ。一旦これ、全部やってさ、今まで見たこともないようなスコアを出してみたいんだけど。でもね、通常プレイヤーもこっから湧くと思うんだけど、なんか湧かないな。チーター専用スポンチになってるな、ここ。これ僕、バンされるんじゃないかな？大丈夫かな？まあ、バンされたらバンされたらもう動画のネタにしよう、それは。なんか、え、誰？急に動き始めた。いや、あれは人間か？今僕人間に倒されたのかな。これは、うん、これは違う。これさっきの人たちは仲間や。ハロー、帰ってきたよ。スキャンされたけど、あ、なんかライフライン増えてんだけど。え、増えることある？増えてんだけど。あれ増えてね。これライフ、え、ブラハ1人、バンガ1人、ライフライン1人でしょ。まさかね、そんな増えることないよな。すごいな。てか、いや、脇すごいな、やっぱ。本当に固定なんだね。あ、待って、増えてるって。あ、これは、これプレイヤーです。これはプレイヤーじゃない方の、バンガロールです。まず湧いたら皆さんプレイヤーかどうかを確かめましょう。まあ、発砲するやつでもこういう風にね、人じゃない人がいますから。
あぶねえ。なんか熱い戦いになってるってこの辺。さあ湧いてくるぞ、あのバンガーロールが。あ、じゃあこっちじゃない。あ、こっちだ、こっち。こっちのバンガーロールだ。なんだこっちのバンガーロールって。で、こっちの、ライフライン倒して、こっちのバンガーロール倒して、すごいですね。何連続キルだろう。とんでもないプレイ出てますよ、これ。よし。俺はツイッター行きだ。ハッシュタグ、エイペックス女子もつけて、ツイッター行きだ、これは。というわけで、チームレスマッチやっていきましょう。今回は、大丈夫だと思うんですけど、どうでしょうか。OK? ダブルキル?で、もう一人?そこもやってトリプルキル?待って、後ろにいたっぽい。で、引いたと見せかけての、いや、これさすがにバッテン巻こうか。さあ、今回はどうでしょうかね。久しぶりにエペやっております。まだ0-0でしょ?ぽいな。多分そうだと思います、これは。味方もワンチャン、これ。味方もワンチャン。この変な長い名前のやつ。多分そうだと思います。で、今回は多分ね、お互いどっちもね、持ってる状態だから、ホット君を。まあ、イーブンってところじゃないかな、これだと。あ。こいつは。あらあら。あらあら。あ、やっぱ、そうだね。OK? 敵もどうだろう、味方は全員動いてるのは多分確認できるんで。問題は敵っすね。うわ99マジで強えな。なんか武器の弱体化とか何も入ってないんだよね、確か。あ、もうこんなん拾ってダブル99でしょ。いや、いいね。この試合はね、多分いないわ。